はようございます。1月13日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。今日は大きく見ると西高東低の冬型の気圧配置となります。ただ北陸から山陰にかけてはこの日本海にある低気圧の影響で降り方が強まることがあります。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。日本海側では雨や雪が降りやすい天気、特に北陸から山陰のエリアでは雷あられ突風を伴って強く降る恐れがあります。お出かけの際は雨具をお持ちください。一方太平洋側のエリアでは広く日差しが届いて穏やかな空です。太陽が新成人をお祝いしてくれそうです。ただ関東の北部ではお昼前後弱い雨が降る可能性がありますので空の変化にはお気をつけください。日差しが届くところは昼間は日差しのぬくもり感じることができそうです。ただ朝晩は冷えますので服装でうまく調節をしてお過ごしください。以上全国のお天気をお伝えしました。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。